こんにちは、アンシーです。私たちの住む日本という国は、世界で唯一の原子爆弾の被爆国であるということを、私たちは思い出すことがあるでしょうか。2012年10月19日、私は兵庫県ユニセフ協会で広島の原爆の被爆者であり、その体験を語り部として小学生に語り続ける兵庫県ユニセフ協会会長の竹本重則さんにお話を伺うことができました。本や映画では知っていた体験談も竹本会長から直接お聞きした私は悲しくも辛くもなりましたが、たくさんの犠牲になった方々への供養は、私たち一人一人が自分の命を感謝して一生懸命生きることだと思いました。平和への願いとともに、竹本重則さんのお話をお聞きください。当日、被爆当日のことね。はい。はい、まあ、本当にね、人間どういう運命かな。うん、私はね、はい、8月5日、はい、原爆の前日ですね、はい、夕方にね、2番目の姉と2人でね、うん、第8車を引っ張って、はい、広島の町に行って、はい、家屋疎開で壊された家の廃材を風呂の焚き付けにもらいに行ったんです、はい、そしてもう満載して、うん、よしお姉さん帰ろうかと言った時に、うん、左の足に釘を踏んだんです、うんね、うん、あら閉まったと思ったけど、うん、まあ釘ぐらい、はい、その裸足で遊んだ時代やからね、うんうん、時々あったから何も苦にはしてなかった、うん、ところが8月6日、はい、7時45分、はい、広島市役所の西側の路上に集合という動員命令があったので、うんうん、私は8月6日の朝、はい、家を出る前に、うん、左足の釘を踏んだところに包帯を巻いて、うん、そしてゲートル巻いてちゃんと上着も着て帽子もかぶってきちっとしたスタイルで広島市役所の横に7時45分に行きました。点呼がありました。1組2組3組の順番で4列渋滞で並びました。点呼があってですね、用意前進めということで出発命令が出たので、はい、みんなと一緒にですね、はい、私は3組ですから1組2組一番後のクラス、はい、前から2番目の列の右端におりました、はい、そして何百メーターかみんなと歩いていった時に担任の岩崎先生が私を列から引っ張り出して、はい、竹本、うん、お前はなこれからすぐ弁当班に帰ってくれと、うん、いうことで、うん、私は岩崎先生の命によって、はい、死の行進から私は返されたんです、はい、ね。あとはみんなそのまま行ったんですよ、うんね、うん、そして帰ってきて、うん、植え込みの中にいたら、うん、もう一人のクラスメートの斉藤君というのが、うん、おい斉藤、うん、僕今帰ってきたよ、うん、おうどうしよう、これからな昼まではねみんな弁当取りに帰ってくるまではすることがないじゃないか、うん、時間をどうして潰そう、うん、いうことになったんです、うん、2人で、うん、よし、そしたらな、
校の授業以外に使う本がある、うん、それは軍人直輸であったり教練教科書であったりやがて軍人になる、うん、そのためにね覚えていかなきゃならないことがちゃんと書いてある、うん、これをねどれだけ暗唱できるか、うん、2人で読み合いしようと、うんいうことでそうしようと、うん、言ったよしそうしようということで、うんうん、その本を、はい、植え込みの中でこう広げた、はい、瞬間やな、はい、ピカーッとものすごい光る、うん、ピカーッ、うん、からドーンよ音も、うんうんうん、熱っという、うん、ものすごい熱かった焼き死ぬ、はい、これ何やろ、はい、全く分からなかった、はい、その時に思わずこの指で目玉を押さえ、はい、親指でこうして耳たばこして押さえてね、はい、いいですか、はい、こうして植え込みの中に伏せてた。どのぐらい時間経ったかわからないね、はい、その間に、はい、あらこれ何が起こったやろ、うん、なんか近くでね、うん、大爆発が起こったと思ったよね、うん、それでひょっとしたら 1.5 キロぐらい向こうに広島ガスガス会社のガスタンクがある。それが爆発して炎上したんじゃないかなというふうに思った、うんうんうん、どのぐらい時間が経ったか分かりませんが目を開けた。そして見たらですね周りが真っ暗なんだ。あれは真っ暗やな。あの日はね、素晴らしい青空だった。8時過ぎはもうカンカン照りだった。広島の街には人がいっぱい出た日だったんだ。その動員でね、顔こそかいの。たくさん出てた。中学生、女学生やの。それでもね、まだその時はね、爆撃を受けたということが、ね、頭になかった。大爆発だった。それでこれはひょっとして夢を見てるんじゃないかなと思って自分のこのこうしてね顔をつなったけどもいや夢じゃない夢じゃないということで植え込みの中から降りてみんなが歩いていった方向へ私は歩いていった。しばらく歩いたら向こうから暗闇の中の私の横に一緒にいた斉藤君が暗闇の中で私の方にやってくる。それで私はこうしてあ、斉藤と声をかけたつもりなんだけども実際には声にならなかったのかどうか彼とも気がつかずに彼は暗闇の中に入れ違ったんで私はもう斉藤君とは全然別の行動にそれから入っていくんですね。斉藤君は全く別の方向に逃げて彼も助かりました。私は恐ろしくなってその市役所の玄関前に来ました、ね、市役所の前は自然通りです。広いね。そしてこの車寄せにですね玄関前の車寄せ広場ですけどもそこにねうわーどっからともなくそれから市役所の建物の中からねうわー声にならないもう悲鳴をみんな上げながらここに集まってきたんですね。それからねどう逃げようか
その時にはもうみんながね、やられた、やられた言うから、これはアメリカの爆撃だということが分かったわけです。よし、これでどう逃げようか。その時私が判断したのは、よし、この市役所の前の自然通りを東に向かってまっすぐ逃げたらですね、途中に袋町という自然の停留所がある。その袋町の自然の停留所にですね、の前々に日本銀行広島支店がある。姉はですね、この時間ちょうど通勤しとる時間だと、姉も困ってるだろうというふうに思ったので、この自然通りをまっすぐ歩いていって、まず市役あの日本銀行ので姉を助けて、そして姉と一緒にですね、もう二停留所行けば陸軍の非常に広い練兵場がある。そこまで逃げられたら、広島が全市火災になっても私たちは焼き殺されずに済むだろう、助かるだろうと思って、その自然通りを東に向かって行ったんです。しかししばらく行くと、パッと前にですね、火がついた。バーッと火がついた。ありゃあもうダメだと、これはということで、もう一度市役所の前に引き返してきました。そしたらさっきよりももっとたくさんの人たちが、みんな本当に阿鼻叫喚ですね。二人の若い女の人、二人のね、私をこうして捕まえて、私たち怪我してますかって僕に聞くんですよ。僕はね、見るとね、二人とも顔、体に爆風で砕けたガラスの飛び散った破片が顔やら体に差し込んだ、ね、そしてここからどんどん出血した、ね、こんな状態。しかしね、暗闇の中でね、見る血はね、赤く見えませんよ、黒く見えます。黒、赤く見えませんね、血がね。怪我してるよ言うから、ああもう私たちはダメね、もう助からないね私たちは言って、二人とも人混みの中に消えていきました。そしたら私の横にいたね、おばあさんが小さな男の子の手をね、握って、おばあさんがね、何万だ打つ、何万だ打つ、何万だ打つって拝まれるんですよ。私もね、おばあさんの横に立ってね、こうして、神様、助けてください。僕は今から逃げますからって、ね、こうして私も拝みましてね、よし逃げようという決心をして、電車通りを、さてどちらの方向に向けて逃げたらいいか、自然の石畳を挟んで右も左もこうして透かして暗闇の中を見ると、家という家が全部ぺちゃんこ、いいですか、木造家屋、右も左もそう。それで私は特別な理由はなかったんですけども、右側に逃げよう、それは結果的には南の方向に逃げることになるんですが、逃げ道を探したの。ところがね、逃げ道が見つからないんですよ。どっか道がないだろうか、ないのね、全部塞がった。
これは阪神・淡路大震災で私が経験したんですけども、6メーターぐらいの生活道路は右の家が倒れたり左の家が倒れたら折り重なって、うんうん、この6メーターが潰れてしまう、埋まってしまう。そうするとこれが道路でなくなるんですね。これは今度で体験したんだけど、うんうん、そのような状態だったから、はい、ああこれダメだということで、自然からですね、すぐに倒れておる家の屋根に上がった、はいね、そして屋根自体に南の方向へ逃げよう、はいはい、そしたら下で今ね、うわ助けてくれ助けてくれよ、うん、これが下から聞こえるんです、うんうん、どうすることもできないわね、はい、後ろ髪を引かれるようなこのことやな、うん、と思いながらも屋根自体に逃げていたら、ポッと家屋のない空き地に出たんです、うん、はあこれは僕たちの家屋疎開で家を取り越した空地やなと思ったんですね、うん、よしここは障害物がないから、はい、なるべく早く外へ逃げるということで走るようにしていた、はい、これが80メーターから100メーターぐらいの幅の空地だった、はいうん、そしたらですね、ここを逃げている時に男の子が2人ね、はい、すみません、うん、連れて逃げてください、うん、連れて逃げてくださいって2人の男の子が僕についた、うんね、君たちはあって見るとね、いがくり頭の男の子や、はい、ね、はい、それで二人ともね、はい、いいですか、両手をこうしてあげて、はい、いいですか、こうして、はい、着てるものがないの、はい、真っ裸になった、はいはい、足も何の靴もない、はい、裸足、はい、二人とも、はい、それでこうして、はい、見るとこの体のね、はい、皮膚がペロッとめくれてる、はいね、そしてこの腕なんかにここへぶら下がってる、はい、ボロ雑巾を物押しに干したような感じ、はいはいはい、こうして、はい、痛いからね、はい、むけてるでしょ、うん、皮がペロッと、うん、こうすると痛いんだよな、はいはい、こうしたままや、はい、はあ、君たちはどこの誰や、うん、僕が言うたら、はい、僕たちは山陽中学です、はい、1年生です、はい、とこう言ったら1学年したよね、うん、すぐ近くに山陽中学があるの分かってたから、うんはい、そうかと、うん、それでは一緒に逃げよういうことで、はい、その2人を連れて、はい、私と3人で、はい、南の方向へさらに逃げていくと、うんはい、今度はですね、向こうからね、7、80人はおったよな、うん、女学生の一軍が、うん、うわーってみんながもう泣きながら、うん、え向こうから僕らの方へやってくるわけ、はい、これも見るともう頭がみんな焼け縮れて、それで裸、うん、いいですか、うん、さっきの、うん、でモンペってね、はい、その自分に履いとった、はい、モンペが焼け飛んで、はい、みんな裸になって、はい、そしてみんな幽霊、はい、もう一人残らず、はい、こうしてね、はい、幽霊の塊や、はい、泣きながらな、うんうん、それでその一群にまたと僕は出会って、うんどうしようかと迷った、うん、彼女らがこっち逃げてくるいうことは向こう何かあるなと思って、うん、その時に私はですね迷いました、うん、彼女たちと一緒になってもう一遍引き返そうかなと、うん、いやいや引き返したら、うん、いいですか、うん、僕はねその時にね私のクラスの球長が徳留君いうの、はい急遽、はい、彼がクレイというところの海軍の軍港があったところ
校ね、呉から通ってたから、はい、で広島が原爆でやられる前に呉が大空襲で焼かれた、うん、その時に彼は呉にいて、呉の体験はですね、 B29 がね爆撃する時には周囲をだーっと 円を描いて焼夷弾を落としていくと、そして今度は縦横十文字に、中は袋のネズミと、逃げられないようにして焼き殺すんやと、うんうん、いうことを私に、原爆落ちる前に僕にそのことをよ彼が話をしてくれた、うんうんうん、だからね、私はね、いろんな火事が起こるだろうと、起こるけども、それを縫うようにしてどっか逃げ道を探して火の外に出ないことには焼け殺されるということがあったからね、私は女学生たちと付き切って、はい、そして2人もついてきた、はい、3人で南の方向へまだ逃げていった、はい、そしたらいよいよ火事場に到達しました、はい、うわーここはすごいな、だもう暑い、うん、もう一刻もここにおったら焼き殺されるぞというような状態、はいはい、そしたら2人がですね、火事場に近づいたらね、はい、暑いからね、はい、暑い暑い痛い痛いって、今度は暑いより痛いって泣き出した、はいはい、なそれで終わって2人ついた、そしたらもう お母さんがですね、はい、火の中から火のそばからお母さんが出てこられて、はい、私のここを半袖シャツのここを、はい、解禁シャツのここを腕を掴んでね、はい、ねえ助けて、子供がこの火の中で焼け死によるのよ、うん、お母さんが私をこう掴まれた、うんうん、私もねその時にね、うん、と思ったけども、うん、もうここにいたら自分も焼け死ぬと思ったので、うん、悪かったけども、お母さんの顔をこう見ながらね、はい、これ引っ張られるあれをね振り切った、はい、振り切って逃げた、はい、二人の子も、もう僕について逃げた、その頃から真っ暗闇がですね、はい、暗闇がだん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 明るくなってきて、はい、前が見えるようになってきた、はい、それでいいですか、しばらく行ったら橋のたもとに出た川、そのたもとにたどり着くちょっと手前でですね、大人の男の人が僕に、おいすまんけどな、このポンプを押してくれんかと、で町の中にね手押しポンプがあった、それで顔洗ったらってその人がね、こうしてで私は立ち止まってそのポンプをこうしてあげるのに、押してあげるの上からこうその人の頭をこう、この頭が割れててね、もう半分こっち向いてるような感じ、それでもう全部血だらけで、もう目が見えない、目が見えんのじゃ、血で逃げとうても目が見えんのじゃ言うて、あんたにこうしてでもらっとるんやいう話でした。その頃に2人は私から離れたんですね。もう明るくなって、もうこれはもう人がいっぱいになってきて、それで私は橋の上に立って、はい、下を見たら、はい、右も左も両岸からですね、両岸からドッドッドッと川の中に人が入ってくる、はい、もう川が人で埋まるように、よく川が人を吸い込んだという、うんうん、うわーって逃げてきた、逃げ場を川の中に持ってきた、うん、そして橋を渡り切ったところが自然水に出た、はい、左に行くと広島駅 JR、 右に行くと宇品の港、はい、そして目の前は
100メーターぐらいの高さの、いいですか、肘山公園という広島に唯一ある丘になった公園です。そのたもとに私がいると、こういうもう地理的なこともよく分かったから、よしこれから明るくなったんやからもう全部見えるから逃げるぞと、もうその時にはね、先ほど言ったようにもう道路をね、もうそれこそ自転車から車からもう人の波というか、みんなもうやけどか怪我してますからね、もうまともな格好してるものはおらへん、ちゃんと着てるようなものはおらん、着てるものはみんな飛んでしもったんやからね、焼けて、いうような人がうわぁ、血の身を抱えても下手っておられるご婦人、そしてどこで拾ったのか、その辺でですね、あの藁でこう燃えて藁で作った袋を拾うて、そして真っ裸のご婦人が自分の前をその藁で隠してな、こもで、そして歩いておられる、うわーすごいな、僕はこんな極限の状態でもね、女の人をね前を隠そうという低層感というのかな、うわーすごいな思いながら、あの少しでも早く我が家の方に帰りたいということで、西の方に向いて歩いていくんですが、今度は小さな小型機が来て、もう本当超低空飛ぶんだけども怖くてね、防空壕に出たり入ったりしたいんだけども、防空壕を見ると中にはもういっぱいの人でもうみんな逃げ込んでね、そして午後3時頃に私はあの三幸橋というあの非常にしっかりした頑丈な三幸橋の上にたどり着きました。それ午後3時頃だった。よしここまで来たら自分のちょうど帰る途中に自分の学校がある、修道中学があるから、そこへどんな状況か様子を見て帰ろうと思って少し寄り道をしてわざわざ学校に行ったんです。そしたら、ああ寄宿舎があったな、1階建ての木造だったな、これはもちろんぺちゃんこ、さあ今度は校舎を見るとですね、校舎もほとんど鉄筋はその頃なかった、木造の2階建ての校舎やった、それがみんな潰れてしまった、しかし幸いに火が回ってない、燃えてないということで、その木造校舎は自分ところのこの2年生のところをこう覗くとですね、一人だけ机と潰れてきた校舎の針に挟まれて一人だけ亡くなってた、ああ一人亡くなったな、これは授業中に来て潰れた時にほとんどのものは机の下に入り込んだよな、ガーッと来るまで、だけどおそらく入り損ねたなと思いながらそこを向いて、そして次の川が木造の橋だったから、木造の橋はね火がついてね燃えちゃった、橋が落ちた、川の中入って、そして中島へとこへ出て、よしここからまだあともう2つの川渡らならんなと思いながら岸辺に立ってですね、どうしてこの川を渡ろうかなと思って考えとったら、僕の名前を呼ぶやつがおる、ほっと見たら左見たらここへ来てね、僕の名前呼ぶ、見るとね顔がね倍ぐらいに膨れ上がった、ボーッ、ね、そして裸や、俺もね、もうね皮膚ボーッと流れて、あれやって朝はペロッと向けたんやけど、もうその自分になったらね、逆に血なのか体液なのか何かわからないけども、顔も体もですね裸んばなってるのがみんな赤くて、なんていうかもうピカピカに光ってね、ズルズルの感じになっとるの、わかるね、それで裸だから、はい、もうおいこの顔は、あ誰やいって言ったの、
からんのですよ、うん、僕は川端へ入るから、うん、おー川端が今朝一緒に歩いてた、うんね、いつも普段は学校で私の3組の私の後ろの机で彼は勉強した、はいはい、親友ですよ。その川端がね、誰かわからなくなった、うん、僕言えない、うん、誰や君やって僕は川端やるから、よし川端頑張れよ、うん、この川端だったらな、うん、松本よやっぱり3人の中に友達の家があるからそこまで行こうって、うん、もしが肩をくくあの持たれるように私に持たれるように川渡った、うん、幸いにして向こう岸へたどり着いたら近くに松本君の家を見つけた、うん、そしたらお母さんとお姉さんがいて、お姉さんは女学校4年生、お母さんとお姉さんが2人いた。お母さん、松本信之君どうしましたか。信之はね、昼前にここへ帰ってきたんですよ、家まで。ところがね、大やけど、ね、大やけどして、大怪我しとるから、すぐ陸軍病院連れて行ったんです。その江場町には陸軍の一番大きな病院があった、はいはい、そこへ連れて行きました、うん、よしお母さん川端君を早くそこへ連れてきた、うん、お姉さんが一緒になって準備してくれて、うん、リヤカーに川端君を乗せて、はいはい、そして病院へ陸軍病院へ近づいていく、はい、さあ病院に近づいたらね、道という道がね全部道の右も左も両端にずらーっとね人間がみんな横たわっとる、はいはい、なかなかねうまくこうリアカーをね、はい、引けないんですよ、気をつけないと、はい、そして見るとねみんなも何かの上に寝かされとるいう状態はほとんどね、はい、もうアスファルトの道路の照りつける道路の上にね横たわった、ね、見ると枕元に木の札に白木で草津町竹本というふうにところ住所と名前とか書いてこう枕元にこう置いてある瓦に何か書いたもの、もう間に合わんのか墨で何かこう残ったこうシャツの上に書いてあるということで、これはね、もう物が言える間にね、はい、聞いてやらないと、はい、もう誰がさっぱりわからなくなるというのがもうその時間です、はい、それでその私たちはその両分けをかき分けるようにして陸軍病院の中庭に近づいていくんですが、途中で、ああもうお亡くなりになっとるな、いや今が断末魔やなというようなことを見ながら病院の庭に入っていったら、もう病院の庭が広い、陸軍病院の庭が人間でいっぱいだから人がね、それでそのかき分けるようにしてこのリヤカーへ積んで乗せていっとった川端君を、実は最後の最後このリヤカーからですね、どうしてその降ろしてどなたに託したのかどうしても思い出せない、そこのところが記憶が寸断するんです、ずっとね、うん、ということは後で想像だけども、はい、もうまともに車あのリアカーなんかをこう動かせる状態じゃないんですよね、うんうん、みんながもう立ってもうわめいて、はい、もう本当に大変な中に連れて行ってるから、うんはい、まあ兵隊さんや看護婦さんにお願いしますなんていうようなことになっているはずがないと、だからそこで人混みの中で揉まれてしまって、うん、彼とそこで別れてしまったというのが実情だと思う、はい、それで私は それが川端君との最後です、はい、最後がそういう状態で不鮮明なんだろう、はい、どうし
住む気はない、はい、それで、川端君をとそこで別れて、もう一つ最後の橋を渡ったら国道2号線という広島から宮島岩国下関の方向へ向かってですね、広い国道を西に向かってあと4キロほど頑張れば家へ帰れると。だけどその国道もですね、もう市内から逃げる人、市外から市内にやってくる人もいっぱいです、ね、それで私は人混みの中で市外へ向かって、西の方へ向かっていく人混みの中に自分も入って、それで歩いてたら、しばらくしたら重則って私の名前呼ぶの、誰かなと思ったら、向こうから市内にやってくる流れの中に私の父親がですね、自転車に乗ってね、重則って僕を見つけたんですな。ほんで私もバッと見たら父親ですから、はあ、お父さん、お父さん、そしたら父親が、お前生きとったか、言いました。お前は死んどると思うとったと、ということ。朝から自分は町内会長してるから小学校行ってどんどん逃げてくる被災者をの救護の当たっとった夕方になって、僕は諦めとったということは朝から情報が入ってきた。広島市役所、修道中学全滅ということで、生きた人はまずおらんという報道が入っとったんで、僕は諦めとったと言いました。お前は死んでると思うとったということで、よしよ生きとった、わしは今から娘鈴子、日銀に勤めてる兄を助けに行くと、探しに行くということで、じゃあお父さんとそこで示し合わせて、家からここに待っとるよ、ここにちゃんと家で布団を敷いてリヤカーに乗せてここで待っとるよということを示し合わせて、父親はもう全身火災になっている中に入っていった。その夜の9時頃、私は示し合わせたところへ待ってたら、真っ赤っかに燃える大火災の広島の町から親父が出てきたんですよ。自転車の後ろに姉を積んでた。さあそれから姉を引き取っていいですか、よし、これから一刻も早く寝かしたいと、それで家に連れて帰っていいですか、どこへ寝かそうかと思ったけど、仏さんがあの仏間に寝させるのが一番嫌だと思って寝かしたら、姉がおしっこしたい、ここで取ったらいいやないの、僕がおまる持ってくるかと言ったけども、姉がねどうしてもトイレ行きたいと言うもんですから、私がもう仕方なく姉を抱えてトイレ連れて行ったと。そして用を足して出たところ、鏡に姉の姿がこうして抱えてるもんですから、全部バシッと映ったの。その姿を姉が見たんですよね。もう生きとってもつまらない。もう生きとってもつまらない。人間の顔をしてないで、全く想像していただけるでしょう。姉は自然の中で神谷町という交差点の自然の中であの被爆したと。それはもう爆心地から300メートルぐらいしかないところ、一番直下です。それでどうしたかその後気絶して気がつくまでは自然の中から降りていて路上に倒れとった、そこを雨が降ったと、例の黒い雨、その雨に叩かれて目が覚めて、そして倒れたり歩いたりしながら日本銀行の地下室へ行ったんだということ、ね、でそこで泣き出した、
それまであれは泣かなかった、ね、うんうん、もうそれは見られた顔ではなかったですよね、はい、本当に姉が言うと、うん、それで頭に 2,3 箇所陥没があったけども、はい、しまった、うん、取り返しのつかんことをした、うん、ということで私は非常に残念だったけども、うん、姉を寝かして、はい、一晩おじいさん、はい、もう一人の姉、そして長男の嫁さん、はい、おじいさん、こうして車座になって、はい、夜中中、はい、姉の介護に当たったけども、はい、どうしてやることもできない、はい、つけてある薬も何にもない、はい、という中でね、薬箱をひっくり返して赤チームを見つけて、そして頭にそれを塗ってやるというくらいのことしか夜通しできなかった。助けに帰ってきたお父さんは小学校に出かけて行って、どんどん市内から逃げてくる被災者の対応に当たってたんですね、はいはい、軍隊と一緒になって、はい、町内会長しとったもんだからね、はいはい、そんな状態で一晩を過ごしました、うん、朝ね、夜が明けました、はい、8月7日の朝です、はい、原爆が落ちた翌日の朝ね、夜が明けた5時頃に、ね、父親が帰ってきました、はい、小学校、それで私をね、重成、はい、お前はね、はい、裏へ行って、はい、ね、トマトもいるから、はい、と父が言いました。私は、はい、ああ、これは父親は腹をくくったなと、大きな決心をしたなというふうに思って、トマト思いできたら、父親がそれをバサッと切って、そして急須に絞ってですね、そのトマトの汁を、姉はね、鈴子はね、このトマトは大好きな子やったからな、言いながら、独り言を言いながら、姉の枕元へ連れて行って、そして急須で飲ました。ありがとう、お父さん。おいしい、おいしいね、お父さん、ありがとう、とね、本当に声を喉を鳴らすようにして飲みをしましたよ。これが松尾の水になると父は覚悟してこれ飲ましたんですね。証拠を得ました。父はまた小学校に行きました。残った私たちは枕元にいると、お父さん、お父さん、お父さん、いないのに父親の名前ばっかり呼ぶわけです、ね、もう少ししたらお母さんが迎えに来てくれる、ね、もう少ししたらお母さんが迎えに来てくれるよ、お父さん、そしたら姉がですね、お父さん、旅立つ先立つ不幸を許してください、姉が言いました、父親に、ね、いないんですよね、父親はそこに。そしたらおじいさんが、鈴子、孫娘です、鈴子、もしわしが代わって死んでやれるもんなら、わしが代わって死んでやるのになぁとおじいさんが泣き出した。私もやおじいさんのその言葉に続けて、お姉さん頑張れ、頑張って
僕はね、必ず海軍の飛行機乗りになってね、僕はアメリカの敵を取る、お姉さん頑張れよって言ったのがもう初めの終わりの言葉でした。これ以上のことはない。姉は最後比較的静かにね、9時40分頃に息を引き取りました。どうすることもできない納屋から板切れを引っ張り出して、そして庭かぼしらの棺桶を作って姉を寝かせて、みんなで山に行って山に穴を掘りました。しっかり薪を積みました。その上に姉を寝かせました。寝かせました。父親がマッチで火をつけました。私も、かわいそうやな、残念やなと思いましたけども、この場にいる一番苦しいのは僕はお父さんじゃないかなと。自分が産み育ててきた、ね、自分の子供をね、自らの手でね、ダミの人はこれは辛いことやるなというふうに思いました。それでも私たちは町中ほとんど犠牲者のいない家はなかった。それくらいみんなですね大変だったんですけども、まあそれでも多くの方々が未だに見つからないというんですか、憎しに会えない、誰にも会えずにですね死んでいったというんですか、ものすごい多くの人たちがそうして死んでいったんですよ。それから見ればね、僕たちはまだ救われたなというふうに思いました。最後まで見届けてやるんだという言ったこともね、これは苦しいことだったけども、ね、まだ救われたなという気持ちではあります、うん、時間取りましたけどもね、はいはい、私にとってね、この24時間被爆して24時間のこの時間の中の私自身の体験を私自身の言葉でね、はい、話をさせていただいた、はい、私の方はこう本で読んだりとか映画を見たりとか、そういう場面でしかそういう話を聞いたことはなかったんですが、やはり直接こんな風にお聞きしますと、そのエネルギーといいますか、その時の本当に今も話聞いてるだけでもうなんかもう映像が浮かんできてですね、もう 何をこう今お話、インタビューさせていただいているのか分からなくなってきちゃったんですけども、キーグラの問題であとずっと引きずる問題ですので、はい、そうですね、はい、本当に苦しい問題ですね。そうですね、重い問題ですよ、はい、この、はい、私にとってはね、はい、特にこの中学の2年生の時にね、はい、人類初の原子爆弾と言われたこの爆、原爆でね、はい、広島で本当にもう教師と学友、はい、約150人がほとんど全滅したんですよね、はい、もう極めてわずか、はい、本当私のようにこの弁当の番でね、疎開作業にみんな出かけたんですけども、はい、私弁当の番に残ってたの、はい、それでその奇跡的に生き残ったよね、はい、奇跡的に、はい、だからそんなことを考えると、はい、これはまあ原爆は最大のこのなんていうんですかね、人災というかね、はい、もうこれに勝る人災ありませんからね、そうですね、命を奪う、はい、この戦争のね、はい、そして阪神・淡路でしょ、そうです、はい、今回も、まあ、自然災害といえば直接の引き金はその、ね、はい、
つなんだったけどね、はい、けどもなんていうんですか、放射能問題っていうのはこれはやっぱりもう人災ですよね、はいはい、そうですね、あの友人なんかはね、うん、あの関東に住んでいて東京の方にも住んでまして、うんうん、でまあ、小さな子供がいるんですね、でその内被爆じゃない内側の被爆ですよね、はいはい、食べ物からそれがすごい問題になってて、うん、あの非常にこう心配してたんですけども、うん、あの徳本会長どう思われますか、その内側の食べ物から入るような、うん、はい、問題は。本当だね、はい、全くね、はい、なんていうんですか、まあ、私は、はい、私自身は幸いにね、はい、奇跡的に生き残って、はい、しかも今日までね、はい、原爆症的な症状は出なくて、はいはい、この年まで生きてこれたので、はい、私自身は、はい、極めてその意味では、はい、あの大変な災害の中でね、はい、生き残って、はい、この本当にこれだけ長いね、あの命を与えられたということを僕は感謝してるんですよね、はい、しかしね、うん、やっぱり目に見えない問題でしょ、そうですね、この、はい、放射能被曝というのはね、はい、被曝だけじゃなしに今おっしゃるようにね、はい、いろんなものから放射能が体内に取り込まれるというのは、深刻な問題ですよ、分かりますよ、はい、だから広島でもね、はい、長い間に、はい、そのやっぱり放射能に侵されて自覚することはできなかったけども、はい、原爆症にかかってね、はい、命を亡くされた方々が非常に多くいらっしゃるし、ね、はい、今日までも尾を引いてますよ、そうですね、ああ、はい、それだけのこれは大変な深刻な問題だと思う、じゃあそのね、あのまあ問題にね直面してね体験された滝本会長は、うん、そうですね、これからこう日本のね、うん、あのことももちろん地球のその環境やあの全てのことを含めて何が一番ね大あの私たちの心持ちとしてどんな風にこう、生きていけばいいというのか、あの被爆体験をしてるんですか、いやいやいや、あのそういう日本は体験したじゃないですか、うん、はいはい、だけどもその中でもやっぱりこれから前向きに生きていかないといけないじゃないですか、うん、その、 あの、まあ、事実をどういうふうに受け止めてこれから前向きにね、あの希望を持って生きていくとか、うん、いうことが大切なんですかね、はい、私はね、はい、やっぱりこの事実からね、はい、我々に今問われている問題はね、はい、やっぱり21世紀、はい、これから将来未来を生きていく、はい、人類に対する、ね、はい、一つの大きなテーマが、ね、はい、僕たち今問われてると思う、そうですね、これはね、はい、本当にね、はい、いわゆるその人類はね、はい、地球上で核とね、はい、共存できるかという問題ですよね、はい、これ一番根底の問題ですよね、はい、忘れてない、はい、うん、確かに一方ではね、はい、非常に便利で、はい、そして快適な豊かさを求めてね、はい、やっぱこう暮らしの改善というのはこれはやっぱり追い続けていかなきゃならないと思うんですけども、はい、このエネルギーの根源としてね、はい、いわゆる核という問題をね、はい、考えるとね、はい、これは本当に人類と共存は本来核は共存できないんではないかと、はい、私自身はそう思ってます、はい、もうこれは明らかにですね、はい、今まで、うん、発電に使ってきたね、はい、いわゆる原発に使ってきた、核のゴミといわれる、はい、これをどう処理していくかという問題について、はい、我々は
どこで保存をしていくか、永久保存をしていくかということすら決まってないでしょ、決められてないでしょ、しかもそれはどん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 その廃棄物が溜まっていっておるという状態の中で、これは非常に大きな大問題だと思うんですね。なくなりないものなんですよね。ですからね、これはね、私はね、このいろいろ困難があっても、これを乗り越えていって、やはり私はいわゆる核以外にですね、このエネルギーをね、いわゆる代替エネルギーを組み込んでいく、こういう社会の体制にやっぱり持っていくべきじゃないかなというふうに思いますよ。いろいろ苦労はあると思います。苦労はあると思うけど、乗り越えてほしい。変化するということとか、変えるということに関して、いろんなことが変わっていかないといけないので、そこでね、生活している人もいれば、関わっている人たちもいて、別のものに変わるとなると、そこに大きなシステムが変わってきますし、その変化を受け入れると本当に大変なことですね。そうですね。しかし私はそれを追い求めていくと、しかもこれも現実的にですね、乗り越えていかなきゃなりませんからね、やっぱりそこに対してね、そこに向かってね、歩み出すと、いうことはね、早く始まるべきだと、その現実的にね、行動を起こして向かっていくっていうのは本当大切なんですけど、やっぱり竹本会長がその、広島でその体験されたその原爆の体験を皆さんにその肉声でね、体験したことを伝えていただいて、でそれがねまたねみんなが受け止めて、どういうエネルギーに変わって、それでどう行動していくかって非常に大切だなって思っているんです、でその体験って体験した方じゃないとわからないじゃないですか、思います。で竹本会長はその当時何歳だったんですか、原爆体験された時は。中学2年生、13歳でしたね。13歳でした、そしたらもういろんなこともね、分かりますし、もうしっかりね、ですね、体験されたんだと思うんですが、体験されたんだと思うんですけど、肉親の方とかは大丈夫だったんですか。家族ではね、私の姉を亡くしました。そうなんですか。姉はね、20歳でした。女学校出て、地元のね、広島で、日本銀行広島支店に勤めてた。それでちょうど自然の中で被爆して、銀行までね、気を失ったり、目を覚ましたり、倒れたり、歩いたりしながら、日本銀行の地下室に姉はたどり着いて、それを夜、燃え盛る広島の町に、私の父親が、自転車を引っ張ってね、日本銀行まで行って、地下室にいた姉を、救い出して、そして自転車の後ろに乗せて、それこそもう全身真っ赤に燃える、大火災の中を縫うようにして、姉を連れて帰る、助けて、それで私は途中で待ち受けて、姉をリヤカーに乗せて家まで約4キロ、
必死で走り通してね、家まで連れて帰ってきて、その姉を家の仏間のある一番大きな部屋に寝かしたけども、姉がすぐにね、おしっこ行きたい、トイレ行きたいって、連れてっていうこと、いやいやここで撮ったらいいのにというふうに私が言ったんだけども、姉はね、どうしても行きたい、連れてってちょうだいということになって、仕方なく私は姉を抱えて、トイレ連れてって、それで用を済まして、トイレのドアを開ける、廊下を挟んで、風呂場の脱衣所があって、その脱衣所に私の母親が、生前生きてた、生前にあの使ってた大きな姿の鏡がある、その鏡に私が姉を抱えてね、いいですか、トイレから出たら、姉が鏡に映った自分の姿を見たんですよ、ね、生きとってもつまらん、人間の顔してね、生きとってもつまらんってそこで泣き出した、それまで姉は泣かなかった、もうそれは見られた顔ではなかったですよね、本当に姉が言うと、それで頭に 2,3 箇所陥没があったけども、しまった、取り返しのつかんことをした、ということで私は非常に残念だったけども、姉を寝かして一晩、おじいさん、もう一人の姉、そして長男の嫁さん、おじいさん、こうして車座になって、夜中中、姉の介護に当たったけども、どうしてやることもできない、つけてある薬も何にもない、という中でね、薬箱をひっくり返して、赤チンを見つけて、そして頭にそれを塗ってやるというくらいのことしか夜通しできなかった、助けに帰ってきたお父さんは小学校のに出かけて行ってどんどん市内から逃げてくる被災者の対応に当たってたんですね、軍隊と一緒になって町内会長しとったもんだからね、そんな状態で一晩を過ごしました、朝ね、夜が明けました、8月7日の朝です、原爆が落ちた翌日の朝ね、夜が明けた5時頃に、父親が帰ってきました、小学校から、それで私をね、重成、お前はね、裏に行って、トマトを置いてこい、と父が言いました。私は、ああ、これは父親は腹をくくったなと、大きな決心をしたなというふうに思って、トマトを置いてきたら、父親がそれをバサッと切って、そして急須に絞ってですね、そのトマトの汁を姉はね、鈴子はね、このトマトは大好きな子やったからな言いながら、独り言を言いながら姉の枕元へ連れて行った、そして急須で飲ませた、ありがとうお父さん、おいしい、おいしいねお父さん、ありがとうとね、本当に声を
喉を鳴らすようにして飲みをしました。これが松尾の水になると父は覚悟してこれ飲ましたんですね。証拠を得ました。父はまた小学校に行きました。残った私たちは枕元にいると、お父さん、お父さん、お父さん、いないのに父親の名前ばっかり呼ぶわけです、ね、もう少ししたらお母さんが迎えに来てくれる、ね、もう少ししたらお母さんが迎えに来てくれるよ、お父さん、そしたら姉がですね、お父さん、旅立つ先立つ不幸を許してください、姉が言いました、父親に、ね、いないんですよね、父親はそこに。そしたらおじいさんが、鈴子、孫娘です、鈴子、もしわしが代わって死んでやれるもんなら、わしが代わって死んでやるのになとおじいさんが泣き出した。私もやおじいさんのその言葉に続けて、お姉さん頑張れ、頑張って、僕はね必ず海軍の飛行機乗りになって、ね、僕はアメリカの敵を取ると、お姉さん頑張れよって言ったのが、もう初めの終わりの言葉でした。これ以上のことはない。姉は最後、比較的静かにね、9時40分頃に息を引き取りました。どうすることもできない、納屋から板切れを引っ張り出して、そして庭かぼしらの缶桶を作って、姉を寝かせて、ね、みんなで山に行って、山に穴を掘りました。しっかり薪を積みました。その上に姉を寝かせました。寝かせました。父親がマッチで火をつけました。私も、かわいそうやな、残念やなと思いましたけども、この場にいる一番苦しいのは、僕はお父さんじゃないかなと。自分が産み育ててきた、ね、自分の子供をね、自らの手でね、ダミの人は、辛いことやるなというふうに思いました。それでも私たちは町中ほとんど犠牲者のいない家はなかった。それくらいみんなですね大変だったんですけども、まあそれでも多くの方々が未だに見つからないというですか、憎しに会えない、誰にも会えずにですね死んでいったというですか、ものすごく多くの人たちがそうして死んでいったんですよ。それから見ればね、お二人はまだ救われたなというふうに思いました。最後まで見届けてやれたという歌ってもね、これは苦しいことだったけども、まだ救われたなという気持ちではあります。時間取りましたけどね、はいはい、私にとってね、はい、この24時間被爆して24時間のこの時間の中の、はい、私自身の体験を私自身の言葉でね、はい、話をさせていただいた、私の方はこう本で読んだりとか映画を見たりとか、そういう
場面でしかそういう話を聞いたことはなかったんですが、やはり直接こんな風にお聞きしますと、そのエネルギーといいますか、その時の本当に今も話聞いてるだけでもうなんかもう映像が浮かんできてですね、もう 何をこう今お話、インタビューさせていただいているのか分からなくなってきちゃったんですけども、はい、今日はじゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。会長は兵庫県内の小学校を回られて、そして語り部として広島の原爆体験のお話をされているようなんですけども、子どもたちの反応っていかがですか？いやね、はい、実は私はね、うん、大変ね、はい、いい意味で驚いてるんですよ、うん、ね、うん、これはね、うん、約1時間くらい時間を頂戴するんですけど、はい、もう子供たちがね、うん、みんな私に向かって、はい、目をね、はい、キラキラ出してね、うん、聞いてくれるんです、うん、僕は今まで、まあ、長い間には何十回と経験してますけども、はい、一度もね、はい、会場が乱れたっていうことがすごい、いっぺんもないんです。それは何だろうかということをいつもね、はい、考えるんですけど、はい、私はね、うん、自分が家族としては姉を亡くした、はい、約150人の学友と死に別れた、はいはい、もう悲惨なことを経験、体験したことをね、そのまま、うん、話すんですけども、はいはい、そのことは私が誰かから聞いたことではない、うん、自分の体験したことだけを時間の許す限り話をするということがですね、はい、子供たちの僕は心の中に入っていってくれてるんだなというふうにたくさんいただく感想文の中からね、はい、思うんです、うんうん、僕はね、これは何だろうかな、はい、戦争というね、はい、なんていうんですかね、命を奪い合う、ね、こういうことに対する恐ろしさ、戦争に対する恐ろしさということはもちろんでしょうけど、はいはい、なんていうかね、子供たちはね、はい、人間のね、うん、痛みをね、はい、感じ取るものを、うんうん、私はね、うん、これはね、うん、天性、うん、人間に僕はね、はい、私の言葉で言うならば、はい、神様があるとすれば、はい、神様からね、私はね、はい、もらったね、はい、優しさじゃないかな、うん、他人の痛みが分かる、うん、苦しみが分かる、はい、こういうものをですね、私はね、人間はね、はい、本性としてね、はい、僕は、はい、もらってると持ってるというふうに、はいはい、それでね、うんうん、何も私はね、うん、現実以上の就職をして、はい、ことさらですね、はい、私は作って子供たちに話すなんて一切してない、はい、してない、はい、ありのままだけを話してるんですよ、はいはいはい、子供たちはね、きっとね、ありのままってことをちゃんと分かってるんだと思うんです。そうですね、それは本当の話だということですよね、うんうん、そしてさっき言われた自分たち持って生まれたその相手に共感したりとか、うん、そして、うん、感謝したりとか、うん、そういったする気持ちですよね。それはもう本当子供たちもみんな持って生まれてくるっていうことを信じると、うん、これからね、子供たちのこう未来、うん、未来を本当に感じるんですけど、うん、竹本会長はその子供たちに対してどんなね、こう未来のメッセージをですね、伝えたいと思われますか？子供たちの感想文の中に、はい、なぜ、はい、話し合いで戦争を避けることができないのかということは、そういう言葉でね、はい、返ってくるんですよ、うん、これはすごいじゃありませんか、うん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 、ね、話し合いで、ね、それで、うん、
平和を守りね、はい、続けていくためにはね、はい、決して戦争という手段に訴えることがあってはなりませんよ、はい、そうしたら戦争したら本当にね、はい、私たちは不幸ですと、はいね、はい、いうことをそのまま素直に訴えて、うんうんうん、そしてね話し合いで解決してくださいと、うんうん、いうことをね、はい、これをね、はい、私にこれ突きつけてうわー驚くべきことじゃないですか、うん、これ、はい、